アスリートセーブジャパンサッカーの小針清光です。はい、ここからは、セービングの基礎のトレーニングに入っていきたいと思います。いきなり、ボールに飛ぶのではなく、座った状態から、グラウンダーのボール、浮いたボールの、キャッチ、弾くなどの、様々なバージョンを、実際にトレーニングしていきたいと思います。次は浮いたボールを弾くセービング入っていきたいと思います。浮いたボールの、弾く場合には2種類ありまして、飛ぶ進行方向の右であれば右手を出すセービング弾く場合と、逆に右に飛ぶんだけれども左手を使う、セービングの2種類があります。今は、右手で右に飛んで右手で弾く、セービングをしていきたいと思います。で、この時の注意点としましては、まずしっかりボールを見る。で、なるべく前で触る意識を持つ。そして、右手は弾きに行くので、浮いたボールのキャッチの場合だとこの形を作ってましたけれども、弾く場合だと今度右手は壁、しっかりボールに対して面を作って、後ろに反らさないように壁を作ります。そして、手首の角度、外にボールを逃がしたいので少し外側に向けて外にボールを押し出してあげてください。この時無理に押し出すんではなく、しっかり壁を作った状態で外にボールを誘導してあげるのを意識すると、うまくいくと思います。ここで前で触る意識を持ちながら、最終的にはしっかり面を作って、この面で外にボールを逃がしてあげる。まずはボールの軌道にしっかり手を入れて、しっかり当てる、ここを意識してください。遠くに弾こうというよりは、まずはしっかり当ててボールをゴールの枠から外に逃がす。以上になります。